life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. こんにちは。ちょっと久しぶりのキッチンなんですけど、今日はもうすぐハロウィンが近いということで、ハロウィン料理を作っていこうかなと思います。というのも、この後ね、大学の仲いいお友達が2人来てハロウィンパーティーをします。まあ、ハロウィンパーティーって言っても仮装したりとかはしないんだけど、ちょっとね、いつものお料理をハロウィン風にしてみようかなと思って、ちょっと今準備をしてるので、その様子を撮っていこうかなと思います。まあ、お子さんがいる方だったり、お友達とハロウィンパーティーするよっていう方だったり、まあ、いろんな方が簡単にできるレシピというかやり方だと思うので、ちょっとでも参考になったら嬉しいです。私も検索して、あ、これいいなっていうものをいくつかピックアップしたりもしてるので、まあ、そんな感じのレシピで作っていこうかなと思います。ということで、最後までお時間ある方見ててください。スタート。さあ、まず最初作るのはパイシートでウィンナーをくるくる巻いて、包帯が巻かれてるようなキャラクターをイメージしたものを作ろうかなと思います。このパイシートは結構私はパーティー料理の時によく使います。キッシュだったり、ほとんどキッシュかキッシュの時によく使うんだけど、クリスマスの動画とかでも使ってたんじゃないかなと思うんだけど、このパイシートは添加物を何も使ってなくって、原材料が小麦粉、バター、食塩だけだから、これをいつも使ってます。2枚入ってるんで、使うのは1枚だから1枚だけ出します。1枚も使わないからもったいないから、ちょっとカットして冷凍しちゃいます。もうめちゃくちゃ簡単です、多分シャウエッセンを出して、でパイシートを長く使いたいんで縦に切ります。多分ちょっと細めにした方がいいので、意外と私ハロウィン料理って作ったことなくて、ハロウィンって大人になればなるほどやらないじゃん、だから初めてっていう感じなんだけど、動画にして大丈夫って感じなんだけどね。まあまあ、レシピ見たりした感じ結構簡単で、可愛いピックとかもちょっと買ってみたんだけど、ピックとかがあればだいぶハロウィン感って出るじゃん。であとはチーズと海苔とかで目をつければ、まあ、だいぶねハロウィン感は演出できるので、大人ハロウィンって感じで、あんまりキャラクター感満載だと可愛すぎちゃうから大人ハロウィンの参考にもなれば嬉しいです。そしたらウィンナーにこんな感じで巻きつけていきます。包帯をイメージして、でパイシートは膨らむから、膨らむことを想定して巻いて大丈夫だと思う。じゃん。で目をつけます。ウィンナーがもうちょっと長いと多分巻きやすいから、ウィンナーの種類によっては長いやつもあるから、長いやつを選んだ方が巻きやすいと思います。ちょっとシャウエッセン短かったな、こんな短かったっけシャウエッセンってあんまりソーセージとか好きなんだけど食べないようにしてるから忘れちゃったな。子供とかがいたら喜ぶんだろうね、ハロウィンの。ちょっと多分こんな感じで隙間を開けてあげた方が包帯感は出ると思います。そしたら卵を塗って焼きます。ちょっとツヤってなるから、スタバにあるよねこういうソーセージパイみたいなやつ。あんまり多すぎるとあれなんで、しっかりここで払って、こんな感じ。そしたら200度のオーブンで15分焼きます。そしたら焼いた後に目をつけるから、目はチーズと海苔でやるから、ちょっとそれを作ります。チーズはスライスチーズ、本当は多分とろけるやつじゃなくて普通のやつの方が良かったんだけど、とろけるしか買わなかったので、ちょっとこれでくり抜きます。
キャラ弁とか作り慣れてる人は多分簡単かもしれないけど、私あんま作んないからチャレンジだ。竹串でくり抜きます。いけた、うん、結構強めにウィーンってやって平気だ。いい感じ。1,2,3,4,5 本分できたかな。1,2,3,5 本分ある。 OK。 はい、そしたら次チーズがいい感じに白目できたから海苔をやるんだけど、海苔はパリパリの状態だとちょっと結構破れちゃったりするから、しなしなまで言わないんだけど、ちょっとね早めに出しておくと切りやすいから、ちょっと2枚ぐらい出しておきます。次ちょっとね、焼き上がるのを待ってる間にハンバーガーを作ります。ハンバーガーセット、こんな感じでセットっていうか切ってあるので、焼いたり作ったりいろいろしてるので、それをパンに挟んでいきます。パンはちょっとミニバンズがなかったのでこれで代用します。ロールパンを間切り込みを入れます。そしたらここにこの具材を挟みます。冷凍してあったハンバーガーだからちょっとね、これ用のサイズにしてないからちょっと切ります。オニオンとトマト挟む感じ、こんな感じ。はい、パンは完成。こんな感じ。ウィンナーパイが出来上がってるんでちょっと開けます。どんな感じだ。じゃーん、わーすごい、ほらいい感じ。めちゃくちゃいいんじゃない。すごいすごい、ほらこんな感じで、これに目をつけます。そしたらちょっとこれ冷めたんで目をのせていきます。今ね頑張って海苔を切ってて、海苔パンチがある方は海苔パンチで絶対やった方がいいんだけど、ちょっとうちは海苔パンチとかないんで、こんな感じでチーズと海苔をくっつけました。でそれをマヨネーズでこれにつけてきます。マヨネーズを、そしたら簡単なピンチョスを作ります。材料はじゃーん、ボウルになってるモッツァレラ、今回はちょっとバジルにしたんですけど普通のでも大丈夫です。でもバジルの方が味がついてるからまあ楽かな。で、あとはミニトマトを、モッツァレラバジルの水分をちょっと出そう。こんな感じ。モッツァレラを刺してトマトを刺す。こんな感じ。めちゃくちゃ簡単でしょ。かけるチーズとプリッツを使ってほうきを作ります。これはなんかねネットで見たんだけど簡単そうだったのでやります。かけるチーズを出して、この海苔を半分で巻きつけて、ちょっとこうやって回しながら入れると入りやすいです。ほうきに見えるかな。ほい、こんな感じです。ほうき伝わるかな。
3本ぐらい集まるとほうきに見えるかなって感じですちょっとね今いろいろ作っててハロウィンの料理以外はねちょっとバババッと並べたんだけどちょっとハロウィンのレシピのものを作っていこうと思います思いますっていうかずっと作ってたんだけど何を作るかというとこんな感じでオムライスの中身をさっき作ったのでそれをちっちゃくまとめてかぼちゃ風にしますかぼちゃっていうのは味じゃなくてかぼちゃ風に包みます見た目を何で包むかというとじゃーんこのチェダーチーズを使いますでチェダーチーズに包むから一口サイズな感じでギュッギュッギュッってまとめてチェダーチーズだとこんな感じでオレンジだからちょっとパンプキンになりやすいですウィンナーとかが入ってるからしっかりギュッギュッってしないとほどけてきちゃうんで強めにギュッギュッってしてほうれん草の茎をこんな感じでカットしたからここにぶっ刺しますよいしょ、いい感じじゃないほらかわいいかわいいどうどうどうかぼちゃだすごくないいい感じかわいいかわいいはい、そして続いてはリンゴでお口を作っていきますリンゴをこんな感じでカットしていきます薄さは薄い方が食べやすいかなと思ったのでちょっと薄めにしたんですがお好みで大丈夫ですそしたらしっかりと水分を拭き取ったリンゴにピーナッツバターをのせていきます私はお家でピーナッツペーストを使っているのでこのクリームを塗りましたそうしたら歯に見立てたマシュマロをカットしていきます本当は小粒サイズのマシュマロがあったら切らなくて済むし見た目も綺麗に見えるから良かったんですけどちょっと小粒のサイズのマシュマロが手に入らなかったので大きいマシュマロをカットして使いましたリンゴでサンドしたらこんな感じになりますが買ってきてくれたクリスピークリームドーナッツさっき作ってたほうきのチーズですあとハンバーガー結構いい感じじゃない乾杯乾杯おいしいおいしいでしょうんうんうんちょっと失敗めっちゃおいしいよ、うんうん、ほんと、うん、そしてぬるくなってる冷たかったのが、うんうんうん、めっちゃハロウィンだね、うん、こんな感じで食べていきますバイバーイ